こんばんは、宮沢です。ただいまですね、毎週、メルマガ読者さんとの企画でですね、800字のコラムをですね、書いていってもらうっていう企画をやってます。で、まあ、こちらでお題を出してですね、それについて、まあ、それに関するテーマでですね、800字で、まあ、文章を書いてもらうってことなんですけども、第2回目、今やってまして、まあ、原稿6名ぐらいの方からご提出いただいて読みました。で、皆さんやっぱり何度か書いていただくと、だんだん面白くなってくるっていうか、なんていうか、それぞれの個性が出てきてですね、まあ、盛り上がってきたなっていう感じがします。で、今日はまあ書いていただいている方に、一応説明としてですね、お話ししたいことがあるんで、まあ頭に入れといてほしいんですけども、コラム、まあ800字のコラムなんで、まあ、いろいろ約束はあるんですね。約束というかテーマ以外にもですね、一応もうメルマガでお話ししたんですけども、まあワンコラムワンテーマ、あんまりテーマ詰めすぎるとですね、読みづらくなるんで、一つのコラムで一つのテーマに絞るって作業をやってほしいと。あとは、まあ、指示代名詞、これとかあれとか、このようにとかあのようにとか、なるべく使わないと。使うと字数が、取られるのと、あと、指示代名詞が何を指してるかっていうのは、すごい難しいですね。で、それは読み手に負担がかかるんですよ。指示代名詞いっぱい使うっていうのは。だから、あんまり使わない方がいいですね。で、まあ、英語の勉強したことある人わかると思うんですけど、that とか this とかが、これ何を、it とか何を指してんのかわかんなくて、英語が読みづらいっていうケースが多いんですね。で、日本語の文章もこれとかあれとかいう指示代名詞をですね、これが何を指してんのか探すのはすごい疲れるんで、まあ、なるべく、まあ、800字しかないんで、そういうのは使わない方がいいと思います。もう一つはですね、接続詞ですね。接続詞もあんまりいっぱい使うとうるさいんですね。なんで、あまり使わないようにしてほしいと。あと書き方ですね。まあ、僕はブログで発表してもらえることを考えてんで、まあ開業はなるべくして見やすくした方がいいと。で、今のスマホ見てても下にスクロールしていくっていう形なんですね。だから、スクロールしてみるって文化になってきてるんですね。で、開業なしで書かれる文章ってのは結構目に痛いっていうかですね、辛くなってきてると。2、3行の文字のブロックを追っていくっていう形ですね。ツイッターなんて最たるもんですけど、まあ3行ぐらいしかないわけですね、大体。そのツイートが LINE に、タイムラインになってるっていう形の情報が流れてくると、その中で面白いやつだけ中身を開いてみるっていう形になってるんですね、今。だからなるべく3行ぐらいずつでまとめた方が読まれますんで、まあ、スマホでは読まれると思うんですね。まあ、どっかの媒体に書くっていうことであればですね、新聞とか雑誌とか。それはあんまり開業しない方がいいと思うんですよ。レイアウトは編集者が決めるんで、そこに収まる形で書くべきだと思います。朝日新聞の天声人語とか、ああいうふうにみっちり書いてですね、縦書きでみっちり書いて、ああいうとこでスペースが決まってて、ああいうふうに書くってもんであれば、ああいうの読むんですけど、あれ一般的にいりゃ、あんなとこに、下の方に横長で文章書かれてると、普通は読みづらいんですね。だけども、新聞みたいなものはそういうスタイルですね。まあ雑誌もそういう割り付けっていうのがあるんですね。で、余ったとこにコラム入れてるようなもんなんですよ。で、読まれる読まれないっていうのは、まあ、その紙面の作り方でも出てくるっていうのはあります。まあ、ただ、私たちが書いてる文章、一般人が書く文章だってプロとは違いますんで、自分のブログで発表するとかいう場合であれば、なるべく開業した方が、読まれやすいということになってます。文字読んでない人が多いですからね。読書習慣のある人は別に何の文字でも読むんですけど、
今、本当、1ヶ月に1冊も本読まない人ばっかの世の中になってきたんで、1行ぐらいの文字、文章と写真しか見ないっていう人が多いんですね。だから、区切って書いた方がいい。携帯小説みたいな文章しか読まない人いますからね。そういう人のにも読まれるようにっていうことを考えると、なるべく開業した方がいいと。そういうことは、メルマガの記事にも書いたんですけど、おさらいということでお話しました。コラムの内容なんですけども、今日はその話をしたいんですね。で、800字のコラムなんで、もう3つしかないんですよ、書くことは。で、これはスピーチとかでもそうらしいんですけど、人に話すときって、もう3つしかないんですね、喜ばれることって。1つは面白いこと。もう1つはニュース。で、3つ目はお役立ち情報。で、これに分かれるんですね。で、1つずつご紹介していきます。で、今までコラム書いていただいて一番多かったのは、やっぱ個人的な体験書いてもらうことが多いんですね。私はこういう経験をしました。で、こういうふうに思いました。っていうパターンですね。で、個人的な体験は一番書きやすいんですよ。で、読まれると思いますよ。読まれやすいと思います。で、なぜかというと、書きやすいってのは自分の体験したことだからですね。自分がラーメンを食べたら、ラーメン食べましたと。これは書きやすいんですね。自分の経験したことなんで。醤油ラーメンを食べましたと。で、トッピングはチャーシューでしたと。メンマも乗ってましたと。ナルトも乗ってましたと。スープは熱かったですと。美味しかったです。みたいなんですね。いろいろ書き込めや何とか文章作っていけんですね。で、自分の体験なら、体験したことをどんどん書いていけばいいんですから。書きやすいと。ただ、読まれるかどうかっていうのは、ある程度その体験が、人の共感を受けるなり、面白いなと思われるように、加工しなきゃいけないんで、ラーメンを食べましたっていうだけじゃ読まれないですね。そのラーメンを、今まで食べた中で一番美味しかったとか、あるいはすごいまずかったとか、3時間並んで食ったとかですね、食べようとしたらもう冷めてて、一口吸って帰ってきたとかですね。そこにさらに個人的な体験を加えて書いていく必要があると。で、何らか自分が味わった感情っていうのをしっかり書いていくと。体験の上に自分が思ったことを載せていくということですね。で、こうやって、その感情が人に共感してもらえたり、面白いこと考えんなって思われると、やっぱり読まれるということになります。で、皆さんは、ブログ書いたことある人ってほとんどいないみたいなんで、多いのは、皆さんもソーシャルネットワークサービス、Facebook とかやってればですね、今日ラーメン食べに来ましたって、ラーメンの写真撮ってる、アップする人いるわけですね。で、多いんですよ、やっぱ個人的な体験。で、いいねボタンがついたりすると。で、この人はこんな体験したんだって、友達でやれば、よかったね、みたいな感じでいいねボタンを押すわけですね。で、一応読まれると。写真付きであればなおさら。で、そういうことやってる人は多いんですね。で、友達だったらまだ読んでくれるんですよ。そいつがラーメン食いに行ったっていうのは。ただ、知らない人は、こいつがラーメン食おうが何しようが関係ない話なんで、別に共感も覚えないし、夜中にラーメンの写真見て、ラーメン食べたくなっちゃって、食べて太ったって言って、お前のせいで太ったって話にもなっちゃうかもしれないんで、全く自分に関係ない人がそのラーメンに関する記事か読んでくれるかっていう場合は、なるべくそれを面白く書くとかですね、共感してもらえるように書くということが必要になります。で、ラーメンの話ばっかりしちゃったんですけど、とにかく体験とか、書きやすいんですね。だけど読まれにくいんですよ。知らない人に読まれにくいと。で、興味を持ってもらうには面白くしなきゃいけないと。共感を持てるようにしなきゃいけないと。で、人が興味あるのって、その人の自慢話よりコンプレックスの方が多いんですね。私こんなことにコンプレックスあるとか、自分はこんなこと秘密にしてると。で、こういう部分を書くと、
共感して読んでもらえるっていうことはあると思います。みんな人は誰でもコンプレックスありますからね。で、悩みとか。で、こう、人がこういうことに悩んでんだっていうのは、結構興味あるんですね。悩んでる人を見たいっていうのなんですね。他人の不幸は蜜の味っていうのありますけど、で、こんなことで悩んでますっていうと、書いてあると、なんかこう、余計なアドバイスしたくなると。人に偉そうにアドバイスするほど楽しいことないですからね、世の中で。説教とか。なんで、コンプレックスみたいなものを書くと共感されたり、内心、なんでこんなことに悩んでんだこの人はって思いながらも読んでもらえる可能性は高いですね。ただ書く方は書きづらいんですよ。自分のコンプレックスについて、書くっていうのは。で、ちょっとこれ、諸刃の剣なんですけども、だけど、ただコラムっていうのは、匿名でブログに書くんであればですよ。本名を挙げないで。コンプレックスとか自虐っていうのは、読まれやすい。比較的読まれやすいと思います。逆に自慢話だけずっと書いてあるブログがあったら、読まないですね。で、知り合いが Facebook に悩みを書いてたりすると、やっぱりなんか助けてあげたくなるっていうのはあると思うんですね。知り合いであればですよ。で、不特定多数のなんか知らない人が自分の悩み書いてれば、こんなことで悩んでんだと思って、そのぐらい見ると。感じですね。なんで、読まれやすいと。だから、書くことない人はですね、まずネタがないって人が多いんですね。書くことがありません。だから書けません。だったら、最初はコンプレックス書いてみたらいいと思いますね。で、コンプレックスを書いてると、ただ自分が不愉快になるかもしれないんで、嫌な気持ちになっちゃうかもしれないですけども、嫌な気持ちを味わいつつも800字にまとめていくと、自分のことを客観的に分かるんで、そういう訓練を積むっていうのも、自分のことを知る上で役には立つと思いますね。やってみてください。書くことないっていう人はそこから始めてみてください。で、あとはですね、自分の個人のネタを書くんだったら、自分の弱点とか、コンプレックスとか自虐の方が、読まれます。読まれます。書きやすくはないですけど、読まれます。で、書きやすいのは自慢話が書きやすいですよ。自分はこんな素晴らしい人間ですと。あとは、説教ですね。説教っていうのも書きやすいんですよ。この日本の社会がこういうとこがダメだとかですね、日本人はこういうとこがダメだっていうのも、真面目な意見、どっかで誰かが言ってるような真面目な意見、日本人はモラルがないとか、最近の若者はだらしないとかですね、そういうこと、愚痴みたいなもの、愚痴っていうか、問題意識があります的なものですね。これはみんな書いちゃうんですけど、これは読まれないんですね。で、お前に言われたくないっていう思いがまず出ちゃってるし、なんでこんな偉そうなんだっていう形で拒否反応が出ちゃうんで、なるたけ目線を低くすると。で、例えばですね、若者のモラルがなってないと、コンビニの前にたむろしてる、不良がたくさんいて、コンビニに入りづらいって話をコラムに書くとすると、いや、ああいう若者は本当、片っ端から逮捕した方がいいとかですね、なんか親の顔が見てみたいとか、そういうこと書いちゃうんですけど、こういうことを書くとですね、なんていうんですか、上から物を見てる形なんですね、社会に対して。で、社会に対して問題意識あるのは結構なんですけど、まるで自分が正しい正義の人みたいな形から世の中を裁くっていうことをやると、偉そうに見えるんですね。で、偉そうに語ってる人ってみんな嫌いなんですよ、やっぱり。だから、なるべく目線を低くして、例えばそういうコンビニで怖かったっていうことがあればですね、なんで怖かったかと。ずっと見てたとか、私の悪口を言ってたとかですね、食べかけのアイスを投げてきたとかですね、そういうことを、具体的なこと書いてた方がいいですよ。で、こんな怖い体験しましたっていうふうに変えた方がいいですね。それをすぐ、最近の若者はこうだとかですね、地方は、
治安が悪くなってるとか、そういうことに書いちゃうと、まあ、偉そうだっていうのもあるし、まあ、主観的な思い込みで語ってるっていうのもよくないんですね。ギャンキーが2人ぐらいしかいなかったのに、まるで暴走族が集会開いてたみたいに大きく書いてしまう場合もあるんで、まあそこの辺があまり主観が入ると、こいつだけの味方だろうと、この人は偏った思想の持ち主だと思われて読まれなくなる可能性ありますね。ということです。なんで気をつけた方がいいですね。で、個人的な体験、面白い体験したことありませんっていう人がいるかもしれないんですけど、これもう一つ言いたいのは、面白い体験っていうのはそんなにしてないんですね。で、海外旅行すら面白い体験しますよ。だって非日常の世界があるんで、いきなりスリにあったりですね。で、トイレの水が流れなかったりですね。両替所で、お札をごまかされたりですね。出てきたハンバーグが大きすぎて食べられないとかですね。まあいろいろあると思うんですよ。だから面白い体験だらけなんですけど、ただ日本に住んでてもそんな面白い体験しないわけですね。皆さん、学校や、職場に通勤通学しててそんなに面白いこと起こらないと思うんですよ。なんで、まあある程度膨らませる、持ってくっていうのもですね、ありなんですね。だから、全くの嘘を書くっていうのは難しいんですね、人間。で、嘘っていうのもうまくつける人とつけない人がいて、で、僕はお笑い芸人の人が言ってたことで、なるほどなと思ったのは、若手芸人ほど話したこと信じてもらえないっていうことを言ってた人がいて、で、若手芸人がそこら辺で道端で1万円拾ったってことを言うとですね、いや、それネタでしょってすぐ言われちゃうわけですね。そんな1万円なんて折ってんの拾ったことねえよってみんな真っ先に思っちゃうわけですね。で、いきなりお笑いライブで若手芸人知らない人が出てきてですよ。いや、さっきそこで1万円拾ったんですけどって話し始めると、嘘つけって みんな思っちゃうわけですね。で、あともうネタだから聞く気なくなると。で、オチまで分かっちゃうとかあるわけですね。だけどそこで信じてもらえないともうネタ振りとして弱くて、笑ってもらえないわけですね。となると、1万円折ってたのは本当だと思わせるディテールを書いていかなきゃいけないですね。そうなると、いや、トイレのタイルの上に1万円折ってたと、それも、水に濡れて、ぴったり張り付いてて、取ろうとしたら半分破けたとかですね。そのぐらいディテールを喋っていかなきゃいけないと。ただその辺のアスファルトの上に1万円を折ってたのを拾ったっていうと、やっぱそれは事実として弱いわけですね。リアリティがないんですよ。リアリティの部分っていうのは細かく語る、まあ、ディテールっていうんですけど、細部を語るっていうことをしないと信じてもらえないんで、いや、実はもうどこでもいいんですよ。新宿駅の南口の、ところ、なんか歩道のあそこら辺でとか、もう、まあ、場所を限定するとかですよ。まあ、なんでもいいですよ。どっかスターバックスのトイレの中とか、なんかどっかもう限定して、そこに1万円が落ちてたって言わないと、いけないと。そこをすっ飛ばしてですね、昨日夜道を歩いてたり血迷ってたとか、それだとやっぱ、想像させるものがないわけですね。だから具体的に書いた方が読んでる人は想像しますよ。あ、俺もあそこに行ったことあると。新宿の南口の、陸橋に折ってたって、あそこは俺も陸橋渡ったことあるとか、思い出すわけですね。アルタの前に一枚折ってたって、ベンチの下に折ってたとか言うと、ああ、行ったことある、あそこら辺かもしれんとかですね、想像が湧くわけですね。で、読み手のその辺の想像を刺激してあげるディテールを書いてあげなきゃいけないと。まあ、ディテール、まあ、何でもいいんですけどね。何でもいいんですけど、書いた方がいいですよ。で、必ずしも事実じゃなくてもいいと思いますよ。事実は3割、1万円は折ってたけど、その折ってた状況の7割は創作でいいと思うんですね。で、読んでもらうための嘘は別のコラムでついてもいいと思います。持ってもいいと思います。なぜかというと、
そんなに普通の人って面白い体験しないんですよ。で、コラムに全部事実を書かなきゃいけないなんて決まりは何もないわけですね。で、本当のこと言うとですよ、職業作家と呼ばれる人はみんな嘘つきなんです、基本的に。で、見てきたように空想で書いてるわけですよね。で、空想の中で人殺したりですよ。空想の中でなんか恋愛したりですよ。それこそ書いてるわけですね。で、書いて読者の人は共感してるんですよ、そこに。で、まあ真実だと思って読んでる人もいると。だけど書いてる方は全くそんな、体験をしてないっていう場合も大いにあるわけですね。だけど、まあそれに類する体験はして7割創作で膨らませてるって場合が多いと思うんですね。あんまり全部創作だと嘘くさくなんですよ。で、まあそういうことがあるんで、とりあえず事実3割を創作7割の割合で書いていくと。ただその創作の7割はすごいディテールを聞かせた方がいいですよと。ディテールは創作でもいいんですけども、細かいこと書いてくださいと。あたかも現実にあったかのように書いてくださいということですね。それをやってほしいんですよ。それがないと、いや昨日あるラーメン屋で、ラーメンを食べました。とても良い香りがして、美味しかったですって言うとですね、これもうすごい抽象的な話になるわけですね。どこのラーメン屋だと、何のラーメンだと、どういう味がしたんだと、豚骨ラーメンなのか醤油ラーメンなのか何なんだと、でいくらだったんだとか、どこにあんだ、行ってみれば俺も食いに行きたいぞぐらいのことを思うわけですね。だから細かく書かなきゃいけないと。で、別に醤油ラーメン食べたけど、いや豚骨ラーメンでしたって言ってもいいと思いますよ。で、それは創作7割の方に入れて、でも豚骨ラーメンですごいなんか、濃厚で、美味しかったとかですね、替え玉3個食べちゃったとかですね、そういうことは創作で細かく書けば、あ、いかにもその人は実は醤油ラーメンしか食べてないんだけど、豚骨ラーメンを替え玉3回して食べたっていうことになるわけですね。で、それはそれでいいと思いますよ。で、持ってもいいし、創作の部分ほど、書き込んでほしいということですね。まあ絵を描くのもそうですね。なんか風景が描こうと思って、その風景山の前で全部描けるわけじゃないんで、一応山の前に行って、景色を見ながらスケッチだけして、あとは家で完成させるってこともあるわけですね。で、山を見て体験したことは3割で、あとは創作7割で絵が完成すると。で、コラムもそれでいいと思いますよ。自分の中で体験したこと3割入れて、あとは膨らませて持って7割で書くという形でやってください。で、その7割の部分はテクニックの部分もあるんで、まあたくさん本を読んでる人とか、インプットがある人はですよ、パクるってこともできるわけですね、人から。事実の3割をパクリのテクニック7割で膨らますということもできるんですよ。で、最初はパクリでいいと思うんですよ。だってパクるとこいつからパクってんなってのは、まあわかりますけどね。わかるんですけど、まあ、最初のうちはそれでいいと思います。で、書いていってほしいなと思います。だから個人的な体験、の3割を7割膨らまして書くと、いう感じでいいと思いますね。で、あと読まれやすいのは、まあ人物ネタですね。こんな面白い友達がいるとか、知り合いがいるとか、まあ全く知らない人でもこんな人見ましたっていうですね、おかしな人見ましたっていう、こう思いましたっていうのもいいと思うんですね。よく有名人に会ったネタっていうのもいいと思いますけどね。まあ、あんまり有名人のプライベート書いちゃいけないかもしれないですけども、電車の、僕東西線に座ってたら目の前に西部進がいたことがあって、日刊現代読んでたことがあって、うわ西部進だと思って、まだ西部進が誰だって話ですけどびっくりしたんですね。あ、結構ちっちゃいなとかね思ったんですけどね。それはどうでもいいんですけど、まあ意外と、あと、あ、なんだろうな、浅草で歩いてたら南新坊に会ったことありますけどね。あ、南新坊だと思って、いや、なんか怖えなと思って、なんか目つき悪いなとか、まあそういうこと思ったんですね。
まあ実際そういう人じゃないと思いますけど。まあ僕の行った人は、まあ皆さん、あんまり知らない人だと思うんでどうでもいいんですけど。で、あとはまあ、コンサートでこういう人見たらこうだったとかですよ。あると思いますよ。玉置浩二を見たらすごい芸能人オーラがすごかったとかですね。横に青田のり子がいたとか、まあそれでもいいですけど。まあ、こういう人見たと。別に有名人じゃなくてもいいんですよ。なんか、道で金髪の美女を見かけたとか何でもいいんですけどね、そういう体験を書くっていうのも書きやすいと。まあただその人物批判になっちゃいけないとこあるんで、まあ、まあ芸能人は特にそうですけどね、その人のファンっていうのがいるんで、ジャニーズの桜井くんの悪口書くとジャニーズファンというのは許してくれないですからね。もうどこのブログでも攻撃してきますからね。だからそういうことは書いちゃいけん、書いてもいいですけど、あんまり、まあ、読んで不愉快になるような書き方しちゃいけないと思いますけど、まあ面白い人がいたっていうのも、これも事実3、創作7で書いて、持ってもいいと思いますね。そういう書き方してみると。で、あとあるあるネタってありますね。よくその、ああ、こういうのあるあるとか、そういうネタも、まあ、共感を覚えてもらいやすいと思います。まあ、この辺は、一番書きやすい話ですね。面白いネタ。で、もう一つはですね、2番目がニュースですね。芸能ニュースでも何でもいいんですよ。経済ニュースでも政治ニュースでも。こういうニュースがあって、そのニュースの紹介と、そのニュースに関する批評分析。これも、まあ読まれるですね。で、ニュースとしてみんな知らないことであれば、なおさら読まれますよ。芸能人のネタ、AKB の誰々が誰々と熱愛発覚みたいな。そのニュースがその日に、ワイドショーでやってたとか、ヤフーのニュースで上がってたとかいうことであれば、まあ、ネタの鮮度はありますんで、その日は読まれるでしょうね。だから、時事ネタの紹介、知らない人にとって、あ、そんなニュースあったんだと、びっくりすると思うんで、そのニュースを事実として紹介した後に、いや、私は、他の人と AKB のなんとかさんは他の人と付き合ってると思ってたけどあの人だったんだ的な批評分析をするとか、すればですね、まあコラム800字ぐらいすぐ書けますね。ということです。で、ニュースっていうのはニュース事実の報告だけで、ね、価値があるんですね。ただその時間とともに価値は薄れていくんですけど、だからみんな、だから毎日ニュースが流れてるわけですね。テレビ見ればほとんどニュース番組ですよ。だからニュースっていうのはみんなが欲しがってる情報だということです。だからネタがなきゃニュース書けばいいということですね。で、三つ目はお役立ち情報ですね。これはマニュアルとかレシピですね。で、よく、まあ僕が例に挙げるのはその近藤麻理恵さんってあの、片付けの魔法とかいう本書いてる人いますけど、こんな収納の仕方がありますと、ワンピースはこうやって収納しろとか、T シャツはこうやって畳めばいっぱい収納できますとかですね、ときめいたものは取っといて、ときめかないものは捨てましょうとかですね、そういうこと書いてあるわけですね。そういうお役立ち情報っていうのは、まあ雑誌にもよくコラムで載ってるわけですね。生活情報で。まあ新聞でも載ってますけど、あとレシピですね。その、残り物でこんなもん作りましょう的なもんですね。こういうのも知らない人にとってみりゃ、なんか、なんですか、わあ、こんな黒ニンニクってこうやって作るんだとかですね。なんか黒ニンニクって今流行ってんですかね。なんかそういうのがあるわけですね。で、何でしたっけ、ポテトサラダツリーっていうのはあるじゃないですか。僕も知らなかったんですけど、ポテトサラダでこう、なんかツリーを作るんですね。ブロッコリーを刺してですね、ポテトサラダに。そういうレシピいっぱい載ってるんですよ。あの、何ですか、クックパッドとかに。なんで、そういう情報を載せると、
喜ばれると。それは料理のレシピじゃなくてもいいんですけど、これをこういうふうに使えますよとか、あるわけですね。で、なんかよく YouTuber がやってるそのミンティアみたいなのをそのコーラの中に入れると爆発するとかですね、ああいうのやってますけどまあそういうネタでも何でもいいんですけど、マニュアルとかレシピっていうのは知らない人にとっては非常にああなるほどって思うことが多いんで、あの居酒屋でのレモンの絞り方とかですね、なんかそういう役立ち情報みたいなのいろいろあるんで、そういうのをまとめて紹介するっていうのも読んでもらえますね。まあみんな知ってるネタだとあれですけど、まあみんながどのぐらい知ってるかってよくわかんないですからね。あの、小ネタみたいなもの。この言葉の本当の意味とかですね。そういうことですね。まあそういうの、英語でこの言葉を、英語の本当の意味はこうだとかですね。そういうのは結構喜ばれますね。ということです。勉強になりますからね。まあ教育効果があるっていうんですかね、そういう情報ですね。これも読まれると。でおさらいすると、まあ3つなんですね。面白い情報かニュースかお役立ち情報、この3つの中でどうやって書くかっていうふうに考えてほしいと思います。これが分かってれば書けますよ。で、最初は面白い情報で書いた方がいいですよ。自分の個人的な体験をそのまま書くという練習をしてほしいと。で、そのまま書いて人に読んでもらって、テクニックの部分を学んでもらうと。あの、伝わりやすい構成の仕方ですね。最初にこういう面白い体験しましたと。道端でなんかいきなり札束拾いましたって書いてからあと説明していくとかですね、そういうのでもいいわけですね。電車で痴漢に間違われましたって最初に書いてですね、あと書いていくととか、まあそういう形でインパクトで引きつけてあと説明していくということはできますね。でそこはまあやりやすいですね。なんか皆さんそれでいっぱい書いてもらって、であとは、ニュースとかお役立ち情報っていうのは、まあ、あれば書いてもらえればいいんで。で、お役立ち情報っていうのは、目を皿にして探していれば、ありますし、パクりやすいんですね。なんか本買ってきて読めば、大体お役立ち情報ぐらい、一つぐらいでっち上げられるんで。で、丸パクりがいいかっていうと、よくないんですけど、まあ、ただ、この人はこう言ってましたっていう紹介でもいいんで、まあ本のあらすじ紹介だってお役立ち情報ですからね。自分の読んだ本をあらすじ紹介してあげるとかも、これはお役立ち情報ですね。になりますんで。まあネタがなきゃ、読んだ本のあらすじ紹介すればいいんですよ。まあ、自分の好きなもの、好きな情報を簡単にまとめて紹介すれば読まれますよ。同じものが好きな人はですね。まあそういう形で書いてほしいなと思います。で、まあ、ぜひ、コラム募集してるんで、まあ、メルマガ登録してもらえば、月じゃない、週1回お題出して、まとめて、私の方で読み上げて、PDF にしてですね、渡してますんで、まあ、やってみたいって方がいれば、あの、メルマガ登録してもらえばと、思います。まあ、個別指導もやってますけども、まあ、個別指導は有料なんで、まあ無料で書いてみて、それから考えてもらっても結構ですけど。ということでした。以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。